ナスビーチャンネルへようこそ。どうも、みんなの夢を与えるディズニーナスッキーです。よろしくお願いします。イエーイ、ヤッホー。はい、ということで7月の今日は何日ですか、教えてください。6、今日は4月の6日です。4月の6日のナスビガイド、おとといと昨日はちょっと開けてたんで、おとといは練習行って、で昨日は日吉ダムでちょっと修行しに行ってたんですけど、2日ぶりのナスビガイドでございます。そんなゲスト様はチーム NKR の KTO さんです。よろしくお願いします。 KTO さん、よろしく。何なんですかその言い方。そしてチーム NKR の研修生 TMK さんです。よろしくお願いします。はい、そんな、まあ最近爆風、連日爆風のビアコなわけなんですけど、まあ私ナスビガイドはとりあえず、まあ風浦展開をやってます。で、風浦展開プラス魚が映るとこで、大潮の新月の大潮3日目なんで、まあちょっと魚バスがやっぱ入ってきやすい、卵を産んだり餌を荒食いしたりしやすいスポットを狙ってます。まあまあ最近、今日は北風なんで木の浜の春節をやってみたりの、西岸の沈み物をやってみたりの、そんな感じです。で、ルアーは引き続き、もうほんまにどんだけやんねんでぐらいの、ほんまナスリグです。もうナスリグって何なのって方は、下の概要欄の僕のブログのナスリグの使い方、チェックよろしくお願いします。で、今日はナスリグの 3.5 インチと5インチでやってます。シンカーは、グレネードシンカーは 3.5g、ウェイテッドフックは 30。3.5 インチの時は 30 か。で、5インチの時は 40 を使ってます。で、爆風、大潮、そして、服装は、今は防寒着上着てるんですけど、下はもうほんまジーパンとスニーカーで、まあ、心地いいぐらいな。で、北風吹いてちょっとまあ寒いっちゃ寒いんですけど、やっぱ、数日前のやっぱ寒波よりか全然マシで、まあまあ過ごしやすくやっております。でもやっぱり防寒着はやっぱ持ってきた方がいいですね。急に寒くなったり風が吹いたりすると寒いんで、やっぱり防寒対策は必須です。でも、まあ比較的あったかい。で、水温も、まあ11度ぐらいから13度ぐらいまで、どんどんまあちょっとずつ上がってきたんで、で、桜、で、そうなんですよ。桜が咲いてるんですよ、今。見えますかね？全然見えない。桜咲いてるんです。桜が昨日ぐらいから咲き始めたんで、まあ今まで東京とか大阪とか名古屋で桜咲いてるよって情報あったんですけど、滋賀県は桜が咲いてなくて、滋賀県めちゃめちゃ春遅いやんと思ってたんですけど、ついに咲き始めました。で、別に奇跡、違った。値上がりですか？食ったことだ。まあまあちょっと、ナスビガイドで、ナスビ TV でした。今日のナスビガイドでした。